はい、今回は2人目不妊がなぜ起こるのかということについてお話ししていきたいと思います。2人目不妊の方は結構いらっしゃるんですけども、1人目は自然と、まあ、自分たちが望んだように簡単に妊娠できた方でも、2人目がね、なかなかうまくいかない方っていうのは結構いらっしゃいます。なぜこの2人目不妊が起こるのかについて今回はお話ししていきたいと思います。なぜこの2人目不妊が起こってしまうかなんですが、そもそも1人目がね、簡単に授かったから、自分たちが思ってた時期に妊娠出産できたからといって、2人目がそうはいかないということです。だって状況は変わってますからね。だってそうでしょ、年齢もまあ、お子さんが今何歳かによって何年空いているとかっていうところは変わってきますけど、確実に年齢重ねてるし、体型とかどうですか？出産された前、妊娠出産される前の状態と比べて体型とか変化ないですか？まあ、こういう変化があるということは、体の状態っていうのもやっぱり変わってきてます。例えばこの2人目不妊で、まあ、気にしていただきたいところで言うと、この体型にも関係してるんですけども、骨格、まあ、骨盤とかってね、よく言われると思うんですけど、骨盤の状態もそうやし、まあ、肩甲骨とか背骨とか骨格の状態が変化しているところと、もう一つはホルモンバランス、ホルモンのバランスが変わってきている可能性がある、まあ、この2点っていうのが2人目不妊というところに、まあ、関係していることになってきます。まずはこの骨格の状態が妊娠される前、出産する前と大きく変わってきています。骨盤の状態でお話ししていくと、妊娠したことで骨盤っていうのが、よく開くとかね、まあ、そういうことも言われるんですけども、骨盤の動き自体も変わってきてます。お腹が大きくなった時にこのお腹を支えるために反り腰、骨盤がぐっと反った状態、反り腰の状態が強くなっていくんですけども、これが出産後にもしっかり改善できてない場合が非常に多いです。あとは育児中、どうしても抱っことか授乳とか前かがみの姿勢が多いので、やっぱりこの背中が丸くなる姿勢、骨盤が後ろに倒れたりとか、まあ、するような姿勢が多くなってくるんですけども、こういう反り腰とか骨盤が後ろに倒れるような姿勢、まあ、含めて骨盤の前傾とか後傾の動きの低下というのが出てきます。そうするとこの骨盤の動きが悪くなってしまうとどうなるかというと、骨盤とか、まあ、腰椎とかって言われる腰骨ですね、この腰椎、骨盤のあたりから出ている神経、骨盤内臓神経、骨盤内臓神経といって、骨盤内臓神経っていう、まあ神経が子宮とか卵巣につながっている神経になります。こいつたちが、まあ、働きかけて子宮とか卵巣とか、まあ、働いてくれるような、まあ、イメージしていただいたらいいんですけど、この骨盤腰椎のあたりから出ている神経、骨盤内臓神経が骨格の動きが低下することによって働きがマイナスになってしまいます。そうすると、まあ、神経の伝達っていうのが低下してしまうせいで、まあ、こいつらに働きかけてる神経になるんで、子宮とか卵巣の働きが低下してしまう
ことが考えられます。だから産後ケアっていうのは絶対に必要になってきます。この骨盤が開くとか体型がとかっていうところももちろんあるんですけども、そこね、その辺も改善したい点ではあるとは思うんですけど、2人目不妊の原因になるこの骨盤とか腰椎腰骨とか骨格の変化っていうのは体の変化、内臓の変化というところも関係してきているということで考えれば、しっかりこの動きを元の状態にリセットしてあげるということが2人目不妊にも対策として重要になってきます。だから産後の骨盤のケアっていうのは絶対に重要になってきます。絶対に必要になってきます。この腰痛とか、体型のこともそうなんですけど、こういう子宮とか卵巣の働きに関係していることっていうのは、やっぱりこの骨盤とか腰骨腰椎とかの動きっていうのは非常に関係していますので、産後のケアしっかりしてこの辺の状態をしっかりリセットしてあげる、改善してあげる必要があります。もう一つ、ホルモンバランス、ホルモンバランスが変わってしまうことによって2人目不妊につながっている可能性もあります。まあこのホルモンバランスに関してはちょっと採血とかをしてみないとデータっていうのが取れないんで、はっきりしたことは言えないんですけども、まあ、例えば月経の周期が出産前と変わってきてる人、月経周期が出産前は28日周期で来てたのに、出産後に35から40とかになってるような方がいらっしゃったとしたら、ちょっとこの辺の関係があって変わってる可能性があります。あとは例えばプロラクチンとか、プロラクチンっていうホルモンがあります。このホルモンは、まあ、授乳とかに関係しているホルモンなんですけども、この授乳に関係しているホルモン、まあ妊娠出産の時とか必要なホルモンなんですけども、妊娠するためにはちょっとね高すぎたりすると妊娠しにくいような状態になったりとかするので、まあ、この辺の数値がどうなのかとかっていうところも含めて、やはりこのホルモン検査、ちょっと採血とかが必要にもなりますし、それも含めて基本的な検査っていうのをなかなか2人目が授からない方も一度してみるっていうのも、まあ、いいのかなと思います。やっぱり今妊娠ができる状態の体なのかっていうところを一回検査していただく方が、やっぱり妊娠への近道にもなると思います。お話ししましたように、2人目不妊というのは体の変化があって、やっぱり妊娠できる状態の体だったのに、妊娠出産されたことにより体の変化があり、妊娠しにくい状態の体になってしまっているんじゃないかというふうに考えます。ここを改善しリセットして、妊娠できる状態の体にもう一度改善してあげることが妊娠への近道になりますので、このホルモンバランスもそうですし骨格もそうです。そこをしっかり改善して妊娠できる体を目指していきましょう。